じゃあ、こんにちは。まあ今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。お化粧とか、例えばブランドに入るときにしたりとかもするの？いや、しないです。スピン。スピン、ね。スピンを見れるの？日焼け止めぐらい。あ、日焼け止めぐらい。やっぱ化粧も勉強したい。したいです。美容は結構好きなので。おお。美容っつったらもうこれ。大好きです。お化粧とか。無理してるからさ。なんで無理してんの？塗りたくってるし。肌がめちゃめちゃ綺麗。いやいやいや、ありがとうございます。こう今いい機能のいいファンデーションとか下地とかあるんですよ。いろいろ知ってほしいです。ぜひちょっと一緒に、じゃあ買いに行こう。やっぱこういうのは女子トークできるんですよ、ね。いや、そのまあお前プレゼントしてあげないと。あ、そうですね。同じ山口県の後輩として。いや、山口県の。あ、私東京。お前東京なの？私東京ですよ。ああ、そう。そうですよ、そうですよ。そうなの、なるほどね。なんまあまあ、そういう、なんか、こう、お化粧のトレーニングしたいでしょ？したい。練習とかね。いやね、うんうん。でも女子チームって、いろんなトレーニングを、やっぱこう、用いてるでしょ？科学的なトレーニングとか。そうですね。どういうトレーニングしてるの？科学的。うん。なんか、いろんなトレーニング。まあ、あの、進行いうね、ウェイトだけじゃない。ウェイトだけじゃない。何か。例えば、なんか神経系を鍛えるとかさ、はもう私たちあの結構目のトレーニングとか、それなんていうトレーニング？ビジョントレーニング、うん、これ動画の前にビジョントレーニングの話をしてきて言わせよう言わせよう言わせようと、これ何のトレーニングってこのボケも激しくなってるんだよな。そこお前、いいそこ、うんとか言って、目のトレーニングと、あ、美女トレーニングみたいな。なんか、やっと思い出して言ってくれたよね。かわいい。面白いね。ね、意外に。うん、それで。なんか今、あれですよね。TikTok で。俺らの時代は、これは。それ、グーグーグーじゃないですか。俺はグーグーグーだな。俺は。はるみさん。なんか違う。なんか、TikTok で、坂本選手が、なんかその、なんか、ずっとなんかそのビジョントレーニングしてる、これなんだなんだみたいなの今ちょっと話題になってるみたいなんですけど、うん、それあのビジョントレーニングってのはどういうトレーニングなんですか？それやった？やってました。試合の前とか結構、うん、あのまあ一人でもできるのと、うん、あとはあのこう二人で一人がこう動かすのを目で追っていくっていう風な形でこうわざと、まあ、変化球例えばなんですけど、うん、バッターとかだと変化球とかも対抗目でこう追いつけるじゃないですけど、うんうん、集中できるようにこういう動きをしたりとか、それを目で追う、はい、まあ例えばこうやってこうとか、はい、そうです、目だけで。あ、すごいすごい、お前見えてないのありますよ、まつげでわかるんですよ。おお、まつげある、まつげある、長いねいや、化粧の練習中だから。あ、そうだ、ね、そうだ、ね、豊さんにもちょっとやってあげるんです。豊さん、目が泳いじゃってるもん。何目が泳いでる途中からどこが開いちゃった。いや、でも追ってたよね、一応、はい、いや、俺目がでかいから追わなくても見えるんだよ。え、あ、黒目が大きいから、うん、草食動物みたいな視野が広い。まあ、でも動かせたっていう話なんでしょ。他にはどんなのが？あとはもうこれをこういう風に置いて、これ飲み屋でよくやってるんだよ。何ですかそれ、飲み屋。飲み屋はどういう意図でやってるんですか？ヨッキキとか言って。ヨッキキヨッキキ。そんなのやらないでしょ。やらない。やらないか。今度教えてやらないか。ダメダメダメ。何が？ダメ、そんな悪いトレーニング。あ、そう。これどうやって、どういうトレーニングですか？まあ、もう、こっちとこっちを交互にこう見て、目だけで追うとか。ヒュタさん、目がなんか異常な動きしてますよ。だって、そうでしょ？なんか、こう。あ、目ん玉を動かさなきゃいけない、うん、おかしい。あ、そう、うん、他は？あと上と下で、うん、あ、上下、あ、上下、ああ、できてるよ、高さん。上下は得意だな。なんでですかそれ。女性を上から下まで見るときのあれですよね。まあ確かにそれは、うんうん、ありますね、一理ある。早くこう見ないとね。そうそうそう、瞬間、ね、これ大体下から見るけどね。あ、下からどっちでもいいですよ。で、次これは何ですか？まあ、前と後ろで、はい。奥行き。それ、豊さん奥行き大事でしょ？女性の奥行き。大事大事。うまい。あ、早いな、目がやっぱり奥行きと上下は。今日は動かさない。あ、今日も動かさない。あ、そうだね。目を動かすな。目と目一緒に動かしてどうするのか。あ、そうそうそう。合ってます、磯崎さん。動きがちっちゃいよね。
ちっちゃくいけるよね。ですよね。俺はバッサボタイプ。バッサボタイプね。他は？あとはでもこう人にやってもらってこう近く、まあ、こういう風な感じで遠くを見てで近くでちょっと若干寄り目みたいな形になるんですけど、うん、で動かすっていうのをやってます。ちょっとこうやって刺してどうするんですか。ぶつけたらダメなの。ダメでしょ。ボールが来ちゃうし、ヘッドボールが来ちゃうからじゃん。あ、その目のトレーニング、はい、これはでも見てる人たち一般の方でも例えば集中力を高めたいとか、はい、そういう時には効果があるの。ありますね。あとはもう本当に目の動きが良くなるので、視野が狭いって言ったらあれですけど、こう動きづらいなって思った方とかは結構これもいいかなと。もうこっち見てこっち見てとか結構本当に目を眼球、はい、を使うので。ああ、だから首でこうやって、はい、フォローしてるけど、そうじゃなくて眼球を動かすことによって補っていく。そうですね、そしたら集中力が高まるっていうこと。あとなんか若干スッキリした感じがします。ああ、眼精疲労にもいいんですかね。疲労感じたことある？眼精疲労 あります。今ほらスマホとかパソコンずっと見てるとやっぱりこう目が疲れたりとか、はい、一点集中になっちゃうんでやるといいかもしれない。ゆたかさんの時代ってこういうトレーニングってあったんですか？あのね、反射はあったね。反射、まあ、例えば機械があってピッとか、こっちに腰ひねるとか、そういうのはあったけど、こう自分でお手軽っていうのはなかった。あと子供たちにやらしたのは、あのパソコンにあの動体視力を鍛えるっていうのがあって、こうなんか何秒間に何点滅していくんだよ。それをパッ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 手で押さえていくとか、そういうのはあったけど、そういうのもやった。やったことは、他になんか印象的な、こんなのやったっていうのある？俺らの時代ってさ、フォーテンマング行ったことある？2回。あ、階段があるじゃない。あれをウサギ跳びとかさ、手押し車っつって足持たれて手で上がっていくとか。ちっちゃい時はでもそういう感じのトレーニング方法でした。私やったの中学校ぐらいの時までは、そういう階段をこういうふうに後ろに手打ってみたいな、ウサギ歩きっていうんですか、なんかこうウサギ歩きなんていうんですか、こうやってやって、ああ、ウサギ跳びね、はい、みたいな感じで。飛ばないんだ。飛ばずに階段をどんどん登っていくとか、そういった練習どちらかというと近いですか、ね、やっちゃった。やっちゃいました。やってました。なんか敬語にできないですよね、方言って。山口の方言ってどういうのあるんですか？例えばしちょる、やっちょる、踊っちょる、踊っちょる、踊ってること、ちょるが多くて。あ、ちょる、愛しちょるとか、好きちょる、好きちょる、好きちょるはない、好きちょるとか、好きちゃん、かわいいですね、女性が使うと。また、うん、そうでもないよな。いや、向こうで聞くと、あ、向こうで聞くと、ね、向こうで聞くと、でもなんか東京で聞くと女性はかわいいなって。何偉そうなの。なんでバカにするの。してない、してない、してない、してない。山口県で尊敬してる人ってだ。いや、そんなことないよ。お前歴史上の人物で、歴史上の人物もう死んだよ。いやいや、まあ例えば桂小五郎とかさ、高杉晋作とかさ、ちょっと分かる。いやいや、これは山口県が一番輝いた歴史の中の一つだから。分かるんですけど、最初の桂小五郎さんは知らない。知らないか。高杉晋作知ってる、あ、はい、吉田松陰、あ、分かります。残るでしょ、はい、有名な方たくさん配置されてますね。いやいや、あの佐藤栄作、聞いたの。演歌歌手じゃないじゃん。総理大臣だ、総理大臣。あと佐藤 B 作さんでもないです。違う違う違う、はい、A と B 全然違う違う、うん、知らない。伊藤博文、あ、わかります、はい、お金じゃないよ。それ、千葉先生、いつのお札の出版家ですか。今じゃないですもんね、もう。最近までそうだったんじゃない、伊藤博文。いや、私も違う、知らない。まあ話は全然変わってるよね。まあ女子プロ野球、やっぱこう野球を愛してるのは、まあ俺もそうだし、その男の野球だろうが女性の野球だろうが、野球は野球じゃない。だから存続してほしいんだよね、頑張ってほしいんだよね。だから最後に言っとくことってあるか。私もやっぱり野球、うん、まあ女子プロ野球は引退するんですけど、こうアマチュアでも何でもこう盛り上げていきたいなっていう気持ちがすごくあって、うん、なんかそういう活動をやっていきたいなって思うので、うん、まあ、ちょっと見てくださってる方も
多分初めて女子野球を知って知る方も多いと思うので、うん、ちょっとでも気になったら試合とかも見てほしいなって思います。いやだからまあ例えばさ YouTube とかで流しても大丈夫なの？例えば通りに行って、うん、お客さんの、うん、ファンとして、うん、だから実況やるから解説 やるとかさ、うんうんうん、で俺がゲストで行くとかさ、いや面白いですね。いやそれでこう広めていった広めるとかさ、はい、そういうのがあってもいいのかなって。で見てもらって好きな人は生で見てもらうとかさ、はい、うん、そういうのがまあ例えばあの YouTube ライブでもこう流していいんであれば、うんうん、許可が下りるんであれば、まあ、そういう協力なっていうのができるよね。許可持ってる？許可は私は確認することしかできないんですけど。あ、そう。いや、来年はもしかしたらどこかの企業、うん、アマチュアでプレイされてるかもしれないんですよね。そうです。そうです。そしたら私たちがそれを。でも企業で、うん、まあプロを目指してる人もいるわけじゃない。うん、それもう一ランク上に行きたいっていう。野球をね、職業としてやりたいっていう。だからまずここを守ってあげないとさ、うん、やっぱここが盛り上がってこないじゃん。あ、だみんなプロ野球があるから盛り上がってるってことさ、まあアマチュア精神で頑張ってる人ももちろんいるよ、それはそれでいいんだけど、だけどやっぱり野球が盛り上がるっていうのはプロ野球、その次まあ高校野球とか、まあ高校野球の次がプロ野球なのかも分かんないけど、だけど野球自体がこうね、せっかく立ち上げたのがなくなるっていうのは寂しいよね。だって家を失う子供みたいになっちゃうもんね。そうですね。私はどこに帰ったらいいのみたいな。ちょっと寂しいですね。こう続けていく選手もやっぱり中にはいるので、ね、応援したい気持ちもありますし、うん、やっぱ見に行ってわーって応援したいなって思うんですけど、うん、やっぱりちょっとずつこうお客さんも減ってってなってくると、やっぱりまた厳しいものがこう出てくるので、ね、できる限りのことをして盛り上げたいです。うん、いやだからそうやって目に触れるようになってたくさんね、うん、いやぜひ何々県ここに来てくださいよって招待されるようになりたいよね。そうですね。ねえ、はい、だって球場なんて点々としたっていいんだから、うんうん、だからまあそういうふうに協力できることがあれば協力しますよ。ありがとうございます。ね、はい。